動画をご覧の皆様こんにちは。今回は土曜日に阪神競馬場で行われます第28回チューリップ賞、まあ、それとね一応日曜日のメインレース大阪城ステークスも軽く展望していきたいなと思っております。今回はね競馬ブックメインレース本誌担当の長岡トラックマンに来ていただきました。はい、よろしくお願いします。司会はいつもの青木でお届けいたします。まずは選手の振り返りなんですけれども、まあ、阪急杯ということで、はい、レシステンシャも見事な逃げ切りといいますか、うん、あれはねやっぱ北村と勇気氏はね、うん、あの馬のことをよく知ってるなと思いましたね、まあ、花切って、まあ、よどみないペースで逃げて、はい、で直線抜いてねすぐエンジン吹かしたんですね、うん、その時のラップが10秒8、はいはい、あれでね勝負を決めたかなと思いますね。なるほど。これ本心アニタントはねこれダノンファンタジーがねあれはねだったんですがもうスタートを痛かったですよね、うん、スタートがもうほぼ全てだと思いますね、はい、ほとんど一体一体に近い形なので、うん、結局位置取りの差が結果として出たかなという感じがします ね、 すね、はい。まあ、これね選手はね船津トラックマンとねこれ私が展望したんですけれども、はい、まあ、一応ね2人ともレシステンシャ単勝が的中ということでまあまあいい形でできたかなと思っております。ではね今週の展望なんですがまずね日曜日のね大阪城ステークスの方からも軽く展望していきたいと思うんですけれども、はい、これ本誌のねカットが波乱含みということで、うん、どうでしょうリステッドらしいメンバー構成リステッドらしいメンバーでしかもハンデ戦ということで、ねうん、そうですね、まあ、波乱の要素は十分にあると思いますね。まあ、これ長岡さんね印を発表したいんですが本命がね、はい、ヒンドゥータイムズで対抗が里のフェイバー黒三角レッドジェニアル二重三角マンオブスピリット、まあ、以下ねマイラプソディアフリカンゴールドロードマイとなりました、はい。まあ、本命は、ね、ヒンドゥータイムズ久々、ね、これはね中間動きの良さがもうとにかく目立つんですね。今週はクロノゼネスと合わせて先行はしてましたけどね、はい、もう手応えで、まあ、勝ってました、うん、で体もきっちり仕上がってます。フットワークはね多分競馬場で見ると相変わらず硬いと思うんですけ ど、 どこれはもういつものことなのでね気にしなくていいと思いますし、うん、はい、まあ、前走のレースはね、まあ、3着に負けたとはいえほぼ完璧なレース内容、うん、はい、G3 であの内容なら、まあ、リステッドに入ればね、うん、十分通用でするんじゃないかなと思いますね、はい。まあ、距離ね1008、まあ、一応初めてになるんですけど、まあ、特に心配するでも、うん、特に心配することはないと思いますね、はい。まあ、あの広いコースですからね阪神、うん、のワンタンでね。で、まあ、対抗が里のフェイバーということですね。まあ、前走ね展開もまあ、ね、バッチリとかねバッチリ上がったんですけど申し分ない展開おそらくね今回もね短期花濃厚ですねですよね、はい、特にペースが上がるとも思わないしこの馬自身もね今ぐんぐん力つけてるなという感じしますね、はい、でこれも中間の動きいいですね。私はねあのこちらをね本命としましたね。やっぱりもう展開ですよね。もう今回もすんなりとねいけると思いますし追い切りもね2周続けてなかなかね動いてるみたいですから、うん、まあね調子の方も引き続きいいかなというところですね。で黒三角が久々のレッドジェニアルですね、うん、これはね能力自体はねこのメンバーに入ると上位だと思います。ただ中間ちょっと鼻血を吹いたとか、はいはい、いう事情もありまして、うん、で今までねポンカー一回もしてないんですね。そうですね0-0-0-3休み明けの成績が良くない。ただね動きそのものはいいですし能力そのものは上位なのでちょっと3番手にしてみました。そうですね、はい。まあ、これはもう8戦連続これ重賞使ってますんでねこれリステッドならという感じは確かに、ねはい、ありますよね。あとはねマンオブスピリットマイラプソディ、うん、アフリカンのロードマーゲという形になりましたね。まあ、私もね、まあ、シルジャーのほぼ同じような感じなんですけれどもね、うん、対抗ヒンドゥータイムズで黒三角レイホーロマンス、まあ、レイホーがねちょっと本社は打ってない感じなんですけれども、まあ、展開が ね、うん、ね確かにねレイホーはね、まあ、8歳でも元気ですし、まあ、姉妹は確実に伸びてきます、はい、ただね展開は決して後ろのまで来れるような流れにならないんじゃないかなという感じです ね、 ですねそこはねそうですね、はい、はい。まあ、以下ねレッドジェニアルロードマーゲマンオブスピリットと打ちました、まあ、ということで、まあ、大阪城はね、まあ、これぐらいにしておきまして土曜日のチューリップ賞をじっくりと見ていきたいと思っております。こちらの方はですね長岡さん、まあ、本誌のね本命が一番の名系エールですね、うん、対抗がストゥーティ黒三角がテンハッピーローズ二重三角がシャーレイポピー、まあ、以下ねタガノディアーナエリザベスタワータイニーロマンスレアシャンパーニュですね、まあ、私のね印の方ね先に言っておきますと私はこれ本命がエリザベスタワーで対抗がシャーレイポピー黒三角がストゥーティーで二重三角がメイケエール、まあ、以下ねテンハッピーローズタガノディアーナと行きましたということで、まあ、メイケエールはね、まあ、実績は最上位ですよね。ジュベニアルフィリーズ組がこの馬しかね出てないですもんね、うん、あのチューリップ賞はね、まあ、これまでやっぱり桜花賞のトライアルとしては最重要レースとして位置づけられてますしね、うん、で実際ね、阪神ジュベナイルフィリーズ組がねもうほとんどのレースで上位来てるんですね。そうですね、1年除いてね。でそのジュベナイルフィリーズで
これ負けて強い競馬ですね、うん、やっぱり折り合いね、ガルドコン苦労してる感じはありましたけども、ぐるっと外回って、はい、直線で一旦も先頭に立つかの場面がありました、はい、最終的にね、うちの馬に刺されましたけど、コンマ2秒差ですか、もう力そのまま十分示したと思いますね、うん、この馬のポテンシャルの高さはね、もう誰もが分かってると思います、はい、要するにもうあと折り合いだけだけですよね、だけですね、本当にそうですね、そこだけ、はい、でその点はね、厩舎もいろいろ工夫してるみたいで、うん、販路で早い時を出して、そうですね、土曜日に結構ね、早い時を出して、水曜日は本当上がり重点で直線だけの競馬という、はい、随分工夫の跡が見られます、うん、で少しでもね折り合いに心境があれば、まあ、このメンバーあれならやっぱりあっさり決めるだけの能力があるんじゃないかなと思いますね、はい、で枠順がね、今度一番に入った、ね、一転してね、前回の大外から今回最内枠をね引きましたよね、うん、最内枠を引きました、はい、で前に馬を置いて、うん、それがいい方に出て折り合いがつくようであれば直線一気に決めてもおかしくないと思いますね、うん、そうですね、はい、わかりました。僕ちょっとねやっぱりね折り合い面がね心配で4番手にしたんですけれども、うん、一番奥かということでね、本当に前にね壁作ってピタッとねもし折り合ったらね、うん、まあ、本当にこちらがあっさり勝つ可能性は十分かなと見ていますね。ということで、対抗が2番のストゥーティーですね。ストゥーティーはね、まあ、前走はね蓮場でつまずいて結果として上位2頭と位置取りの差が出たなと感じしますね、はい、でも必ずしまいかきっちり足使います、はい、でそれ以上に対抗にしたのがね、今週の動きが素晴らしかった、よかったですね、はい、松山騎手が言ったんですけどね、うん、反応がいいですしね、うん、うまく首使ってね本当にいい動きしてました。奥村厩舎でねこれだけ意欲的にやるこということも珍しいです、うん、そうですね、割と軽めのね軽めの調整 で、ね、ちょっと動きの良さを評価してちょっと対抗にしましたね、はいはい、私もねこれやっぱりね追い切り見てねいいなと思いましたんで、まあ、黒三角とね結構高い評価をしました、まあ、やっぱりねまた今回松山ジョッキーというのもね、まあ、結構魅力な一点かなと思いますよね。ということで黒三角がテンハッピーローズですね。このままもね能力あると思います。ただね外外へ持たれたり引っかかったりしてまだまだ 若さ丸出しの状態でねこの成績残してるんですね、うん、本当に良くなるのはまだ先かもしれないんですけどね、うん、まだ良化の余地は残してる馬だなと思いますね。今回もじっくり貯めて直線勝負ぐらいの感じ、ね、うん、そうですね、あえて先に行かずに馬込みの中入れてじっくり足を貯めてそういう形になると思いますね。そうですね、まあ、あのアルテミスでもねこれ育ちのね、まあ、それほど差のない3着来ている馬ですからね、うん、もう本当に能力は高いと思います、まあ、私もね一応も三角は打ちましたよね。ということで4番手がシャーレイポピーですね、うん、これはね、まあ、前走はもう出遅れて、まあ、結局まあ直線も大して伸びてあまり見どころはなかったんですが、うん、今回ゲート決まったらねおそらく花行くんじゃないかなと思います ね、 そうですね、はい、どういう馬場状態になるかちょっと雨が降ったのでねちょっと微妙なんですけど、うん、はい、先週までの阪神の傾向を見てますとね結局時計早いですし、うん、まあ、外出しも効くんですけどね前も残る競馬結構多かったのでね、うん、ちょっと展開量を見込んで4番手ということをしましたね。馬場、まあ、ねこれ今ね金曜の昼なんですけれども、まあ、ちょっとね今雨降ってるんですけど、まあ、それほど悪くはならないですかね、うん、そんなに悪くはならないと思いますね。どうでもメインレースの、ね、時間帯ですからね、はい、わ、はいはい、かりました。こちらね私もこれ展開面でね非常に魅力を感じまして、まあ、ちょっとあのね対抗評価ということにしました。本当にねもうゲートが最大の鍵ではないかなと見ています。ということで、次はタガノディアーナですか。タガノディアーナは前走も本命を打ってたんですね、はい、とにかく、ね、中間の動きが素晴らしい。今週もね追走して馬なりのまま導入、はい、まあ、相手も軽いんですけど、うん、とにかく反応がいい。430台の小さな馬なんですけどね、うん、もう一戦ごとにぐんぐん良くなってると思います。そうですね、はい、腰もあの内からちょっと、ね、救われた形でしたけど ね、 ね外からの動きも、ね、うん、なかなかいいものありましたからね、まあ、ほとんど勝ちに等しい内容だったんじゃないか、ないでしょうか ね、 そうですね、はい、まあ、私もねちょっとね怖いとかなと思いまして、まあ、三角は打ったという感じでしたよね。あと、まあ、エリザベスタワーね前回ちょっとね案外の結果ではあったんですが、ずっとねふわ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 してるし首を外に出してね折り合いも難しい面に出してた、ね、はい、まあ、デビュー戦でもそういう感じは伺いました。ただそのデビュー戦は鮮やかに決まってるんですけどね、ちょっとあのメンバーレベルっていうのがどうなのかなと。 あと2着3着がね次のレースはそこらいないんですね。なるほどね。確かにもうデビュー戦世話しきれたしバグを変えて、うん、右回りに変われば、そうです、ね、変わる可能性あると思うんですけど、うん、まだまだ海のもんとも山のもんとも分からないというそういう感じがしますね。私はね一応ねこちらを本命としたんですけど、あのね中間気配見てると、まあ、本当にね出来は良さそうに映りますし、うん、まあ、今回ねこれハミをトライアビットに変えてね、うん、この下縛りからこうクロス花から変えるということなんですよね、はいはい、まあ、あのね、あのシンバを買った同じ舞台でね、まあ、あの今回ちょっと川田ジョッキーがね乗ってくる点にも有効感じまして、ちょっとね私はこちらの巻き返しに期待したいと思います。であとはタイニーロマンスですか。これはね競馬が前ですね、はい、ただね今の阪神ちょっと時計が早いという先言いましたけど、はい、その時そういう早い時に対応できるかどうかが課題でしょうね、うん、この馬にとってはもう少しでも中
間の雨が残って時計のかかる馬場になるのはこの馬にとってはいい材料じゃないでしょうかね。なればね、まあ、マイルはもう十分こなせる距離と見て、ね、あの前前走はねちょっと展開が厳しかった。一旦先頭が立ったところをね、はい、外からバリバリかぶせられてね、なるほど、もう相当きつい流れだったと思いますね、はい、で最後にレアシャンパーニュを打ったということですね、なかなかしぶとく足を使う。前走も外からじじじ伸びてきた、はい、ただ前走以上の相手であることは間違いないですね、まあね、まあ、ちょっとあの、ね、勝負どころの反応とか結構ね鈍かったですけれども、うん、姉妹ねあの手応え以上にこう伸びていた感じはありましたよね、まあ、私も、ね、一応ねちょっと、怖い一頭で、まあね、印は、ね、打ってはいないんですけれども、ちょっと馬券的にはね抑えておきたいかなと思っております。まあね、印は以上ということで、まあ、私はねもう大体もう印は、ね、同じようなところに行ってるんですけれどもね、ちょっとね馬券的には、ね、バリコの夢もねちょっと抑えておこうかなと。ああね、ちょっと気になるんだけど、ちょっと道中がちょっとしんどかったから。そうですね、最後もう見せ場のない4着みたいな感じがありましたね。そうそうそう、いつの間にか来ていたみたいな感じがありましたけれどもね、手応え以上にしぶとくは伸びてた、はい、という感じですね。まあ、あの芝ね2走目と追い切りの感じはねなかなか良かったんでね、一応その辺にはちょっと期待したいかなと思っております、うん、ということで、買い目につきましては、CM の後で発表したいと思います。競馬情報は競馬ブックスマートで。ではチューリップ賞の馬券の買い目を発表したいと思います。では長岡さんお願いします。チューリップ賞はね、はい、メイケエールがこの枠を引きましたしね、うん、力さえ発揮できれば、うん、おそらく勝つであろうということで、1着付けの3連単でいきたいと思いますね、はい、2着にね、2番のストゥーディ、8番のテンハッピーローズ、4番のシャーレイポピー、12番のタガノディアーナ、はい、それからエリザベスタワー、はい、2着にこのコドを入れまして、はい、3着にさらにそこにタイニーロマンスとレアシャンパーニ、うんうん、入れて、はい、3連単でフォーメーションで、ね、フォーメーションですね、まあ、157みたいな感じなんですね。157、はい、都合30点、はい、これを100円ずつ1.100円にして3000円ということで、うん、まあ、はい、なかなか、ね、手頃で買いやすいんではないかと思いますね。いやでね、私の方はねちょっとね3連複で行ってみたいなと思いますね。4番とね5番シャーレイポピーとエリザベスタワーの2頭軸ですね。で、まあ、相手がまあね内から行きたいと思うんですが、メイケエール、ストゥーティ、レアシャンパーニュ、テンハッピーローズ、バリコの夢、タガノディアーナ。まあ、こちらね、まあ、1000円ずつ買いまして、まあ、計6000円でいきたいと思います。まあ、ちょっとね、これ、今年のね、頭からの私のこのコーナーの馬券の収支が、今のところ49,700円の赤字と、赤字。赤字ですか。これでも一応先週ちょっと盛り返したんですけれども、はい、まだまだちょっとね、赤が多いんでね、なんとかね、挽回できたらと思っております。まあ、ということで、まあね、いよいよね、これ来週からね、あの、指定席限定の形ではあるんですけれども、阪神とね、中京でお客さんの入場再開ということで、ちょっとね、これ抽選申し込んでね、当選しないとダメなんですけれどもね、まあ、なんとかね、それをクリアして、またね、競馬場ぜひともね、来ていただきたいなと思っております。ではここまでご覧いただきましてありがとうございました。はい、ありがとうございました。